おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？しばらく前から木々の枝やあるいは、植物の葉っぱについている、雨粒とか雫の美しさに惹かれて、それを探しながら写真を撮るということが結構楽しみになってるんですね。ですから雨が降ってる時、まあ当然なんですが、雨が少し降ってる時でもそんなにこう嫌な気持ちせずに外に出て写真を撮るということが、まあ楽しみになっています。あるいはまた雨が上がってすぐに外に出て葉っぱなどを見ると、小さな葉っぱの上にこう水玉が見事に並んでいて、宝石のように光っているということはよくあります。でさらにその雫に光が当たると、本当に文字通りダイヤモンドの輝きというか、あるいは真珠の輝きというか、そういうふうに見えることがあるんですよね。まあでもその輝き方というのも、カメラの位置とか、あるいは角度によってその輝き方そのものが変わってくるんですね。つまり花を写す楽しみ、鳥を写す楽しみとは別に、水滴とその輝きを撮る楽しみというのが最近増えてきたように思います。まあ、9月になってから結構雨が多かったので、余計にそういうことになったのかもしれませんけれど、それで昨日、まあ、ある意味でその一端が撮れたような気がしたんですよね。何カラットの輝きか分かりませんけれども、なんか不思議な光が雫のダイヤモンドのように撮れました。そのちょっと前に雫の真珠のように見えるものが撮れたんですけどね。こんな楽しみがあることを知り、木々の葉っぱなどを見ながら歩く楽しみ、その面白さが倍増したように思います。一応何枚か画像を上げておきましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。まあちょっと雨が降っても外に出てみると、いろいろ発見があるというのは嬉しいことだなと思うんですよね。もちろん朝早い時間ですと深呼吸できますし、本当になんかこうすがすがしい空気に触れられて、なんか一日を始められるというのは幸せなことだなと思う次第です。ぜひ外に出て新鮮な空気を発見する、新しい何かに気づく、そんな時間を持っていただけたらと思う次第です。どうぞお元気でお過ごしください。それじゃあまた。